味っていうのはでもやっぱ最終的には舌なんですか。最初見た目から入って香りに入って最後舌で観音して、あと喉越しだとか胃に入ったところで最終的に一連の流れになりますので。なるほど、はい、じゃあ早速香りから、はい、香りから、じゃあこれもハルクさんの方から、はい、じゃあまず、ね、5種類あるんですけど、いろいろ作ったんで、はい、まずはこのパターン A、はい、これはね、あのチップだなんだとかいろいろ入れて、まあ、基本的には食べるごま油を、あ、食べるラー油を相当意識して作ったものです。はい、はい、うん、しょっぱい。しょっぱい。そうなんです。あら、しょっぱいんですよ。この A パターンちょっとしょっぱい。辛い、辛いですよね。はい。こちら、これ B パターン。はい。B パターンは、はい、芋とツナ。と、うんうん、まああとは味付けをちょろちょろっと。芋ツナごま油っていう組み合わせはなかなか、うん。そうですね。ないですね。うん、悪くはない。おお、悪くはない。意外とカロさん厳しいですね。いやいやいや、この言い方がね。悪くはない。そうね、よくもない。芋の存在がもうちょっとあるといいかな。あ、なるほど。そう言われるんじゃないかと思いまして、これは芋の存在も際立たして、要は、A パターンと B パターンを足したものにもうちょっと海苔がなんだとか加えたものでございます、はい、これが一番自信作じゃないですか、自分の中で。そうですね、ね、かなりの自信作です。うん、海苔の部分はいい。部分は厳しいな。じゃあこれ、これが一番、まあ、なんだろう、勝負かな。はい、ごま油に、納豆かつお節と入れたちょっと逆に言う、はい、うん、こんな鼻で笑ったんですよ。なんですよね。アクセントがあったわけかな。アクセントがあった。例えば豆板醤とかコチュジャンとか入れて、もうちょっと深みを出してあげるとすごく良くなる。これじゃちょっとあっさりしちゃう。これじゃ下げます、うん、はい、これが一番、まあ、いや手は込んでますよ。ひき肉を炒めたりなんだとかしてるやつでございます、うんうん、なかなかうまいですよ。お、これがもう大トリですから、これを食べるために全部食べてうん、これは美味しい。ほら、やったぜ。すごい、辛口の菅野さんが美味しいって。鬼菅野が笑った。鬼までは言ってないけど。じゃあ食べて。え、食べたい食べたい。ご飯合いますか。うん、合いますよ。うん、ご飯も合うし、あとお豆腐とか、これは美味しい。上にかけても美味しいですね、お豆腐とかね、うん、あ、これ美味しい。じゃあ、はい、やぐっちゃんは1個しかないんだよね。そう、私1個だけなんですけど、はい、1個の中に何が、結構いろいろ、あの玉ねぎ、ひき肉、あとポテトチップとニンニクスライス、うん、あとお醤油、うん、お味噌、うん、あとまあいろいろ、うん。ちょっとね、私でも今のがちょっと美味しかったから、おあのね、うん、ちょっと味濃いかもしれない、うん、女性っぽいかな。え、悪くはないです。お、お、悪くはないんだよ、うん、玉ねぎの甘みとかが出てて、はい、サラダとかに合わせても美味しい。お、もうちょっと玉ねぎを、うん、茶色ぐらいにしたかったんですよ、うん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 、長く、うん、で香ばしさ入れたかったんですけど時間が分かんなかった。悪くはないね、ちょっと同じコメント言っただけじゃない。続いて食べるマヨネーズ。あの、やっぱ食べるマヨネーズっていうのはまだないですから、はい、それではここでちょっと勝負したい。はい、まずでも私ジャブ言っていいっすか。あ、いいぞ。これはね、ちょっと
あんま自信ない。カレーマヨネーズです。あ、まあ、味の部分ですかね、これは。うん、ご飯にはねご飯には合わない。そうなんですよね、うん、こっちは絶対合うと思うんですよね、ご飯に、はい、これはあのお醤油と鰹節と、ごま、すりごまですね、うん、これはね、もうご家庭でやってる人も多いんじゃない。うん、これはもう王道というか、うん、そうですよね、うん、美味しい。ただね、ほんとインパクトがないんですよ。インパクトね、うん、そう。じゃあ僕言っていいですか。はい、これはね、味噌をちょっと入れたので個性が強すぎるので、うん、ちょっと商品化は難しいかな。この黒いの何ですか。味はうまいんですよ、海苔入ってて、海苔、鰹節、味噌。でも焼きおにぎりみたいにすれば、お、あ、なるほど、そっか、味噌入ってるし、うん、ただ焼きおにぎりみたいにしたくないんですよねこれは、何が入ってるでしょうか。教えてください。ひき肉とか炒めたものが入ってます。ひき肉、長ネギ、あと唐辛子ですかね。ものすごい、基本中の基本かもしれないです。普通僕は以上です。ちょっとまだあるでしょうか。これすっげー普通なんだよマヨネーズにツナにフライドオニオンっていうね、うんうんうん、もう三種の神器みたいなもんですよね。そうですね、もうこれさえ入ってれば、うん、美味しい美味しい美味しい、ありがとうございます。けどこれに何かを加えないと食べるマヨネーズにはならない、ならない、うん、そう。例えばやはりオニオンのダイスカット、うん、がベーシック。さあこの中で商品化に最も近いのは。でもこの海苔のを入ってるのがいいと思います。芋を抜けば。あー、なるほど。ごま油にじゃ海苔に、これツナも入ってるんですか、うん、その相性はいいかと思いますけれども、うん、ちなみにマヨネーズの中で一番だと、まあ、バランスがいいのはこれですかね。やっぱりちょっとピリッとアクセントが、うん、ある方がいいかなっていう。なるほど、うん、唐辛子が、うんうん、ちょこっと入ってるやつ、うん、上なんか2つとも俺のやつで、いや別にいいですよ。じゃあまあこのごま油とこのマヨネーズが、まあ、まだ商品化に近い近い、うん、という、まあ、ここから2歩3歩、はい、ちょっと揉んでいけばどうにかなんじゃないかと。ねえ、面白いものができるかもしれないということで、はい、ちょっとね、これはね、はい、本当に早めにです動き出してますと、うん、アジセルフさんともいろいろ大人の話をしてちょっとうまくまとめたいですね、はい、うん、そうですね、はい、俺はね、うん、道の駅とかで売りたいんだよ。おー、いい、わかる、いい、ほら、わさびふりかけとか並んでるじゃない。あるある、ああいうところにポンと置きたいわけ。ああ、いいですね、うん、それを目指してね、はい、ちょっと頑張っていきたいと思いますので、菅野さんも引き続き、はい、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。